の竜さんこそ早いじゃない。待ち合わせ10分前よ。自信があるよね。面白いじゃない。で、どこに連れて行ってくれるの？スタジアムのことかしら。うちの実家みたいなところ。へえ、そんな施設があるのね。もちろんよ。この日のためにコンディションを整えてきたもの。さあ行きましょう。考えてる。さすがに全部は無理だから、今日は乗り物系をコンプリートしましょう。未体験のものを優先したいの。まずは得意不得意を知っておかないと。どのスポーツで勝負を挑まれても勝てるようにしておきたいわ。当たり。レースは私の全勝。乗り物を運転するって楽しいのね。いつか本物のバイクや車を運転したいわ。プロデューサー、次はシグウェイよ。乗り物をコンプしたらアーチェリー。あー楽しい。まだまだまだ遊び足りないわ。体を動かすのとはまた違う楽しさがあったわ。それはどうかしら。勝負はまだ終わっていないんだからね。いいえ、勝負はまだ終わっていない、そう言ったでしょ。ついてきなさい、プロデューサー。あなたに最高の休日をプレゼントしてあげるわ。